星野美奈美は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバーである、千葉県出身。身長155センチメートル。血液型は B 型。愛称は南。小学1年生の時の夢はパン屋になることだった。中学1年生の時、陸上部に所属し、夏は海に行って一日10キロメートル走ったり、陸上部の活動に打ち込んでいた。 2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは渡り廊下走り隊の青春のフラッグを歌った。暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は効率だった。合格時、演技やダンスは未経験だった。11月14日、乃木坂46公式ブログを開始した。2012年2月22日、 乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで CD デビューした。同年7月1日、綺麗な姉で初の単独 CM に出演。この出演により、CMNOW の読者の選ぶ CM 大賞における新人タレント部門で6位に選ばれ、同部門で8位の乃木坂46を上回った。CM 大賞では AC ジャパンの CM、 綺麗な姉も37位に選ばれ、社団法人部門の CM として唯一ベスト50に入選した。同年10月10日、CM n o w で特集され、裏表紙に全面写真が掲載された。2013年2月5日、会長はメイド様の実写ポスターに、あゆさは美咲役として出演した。同年3月、中学校を卒業後、高等学校へ進学した。 2018年4月10日、初のソロ写真集、いたずらを発売。3度目の重版が決定し、累計発行部数が8万8千部を突破した。2021年9月25日、一部メディアで、一般男性との交際が報じられたことを受けて、自身のブログにて謝罪し、シングル、君に叱られたのプロモーション活動の自粛を発表した。妹ボイスで、チャームポイントは、おでこ。 4歳下の妹がいる。愛称は、南。中本姫香か,からは、星南と呼ばれている。南という名の由来には、漫画、タッチの朝倉南が関係している。好きな食べ物は、パン、シチュー、辛いもの、スイカ。好きな動物はプードル。趣味は買い物。ケヤキ坂46で好きなメンバーは長浜ネル。好きなアイドルは、木本カノン。 乃木坂46結成当初の目標とするアイドルは大島優子。おすすめの曲はアシッドブラックチェリー。この青空の向こうにサグ、シック、エス、バックナンバー、高根の花子さん、小袋、桜、大原桜子、大好き。特技は走ること、フラッシュアンザン。その他、小学生の頃からソロ版と習字を習っており、書道六段。また、 乃木坂工事中の企画で、剣玉が上達した。得意料理は、オムライス、カレーライス、その他、ケーキ、煮物、ハンバーグを作れる。症状性として知られる、乃木坂46の初期のフロントメンバーの一人、番組アンケート未提出の常連。乃木坂46の妹的存在であるが、2016年以降3期生の加入もあり、 お姉さんキャラを目指している。メンバーの堀美女と仲が良く、斉藤飛鳥、樋口香な、和田真也とよく遊ぶ。斉藤飛鳥、星野美奈美のペアはファンから、アシュミナ、星野美奈美、堀美女のペアは、南女なと呼ばれている。乃木坂46で推したいメンバーは、井上さゆり、尊敬するメンバーは、桜井玲子。 乃木坂46で好きなミュージックビデオは、シャキーズム、白米様、命は美しい。乃木坂46眉坂46坂道、AKB 乃木坂46。ありがとうございます。